はい、こんにちは。今日もはま寿司です。今日ははま寿司とあるラーメン屋さんのコラボで新しいラーメンが発売されたので来ました。ではこちらです。こちらです。発券用紙または予約メールに書いてある予約してるからね。順番にお呼びいたします。少々お待ちください。今日は何がある？柿祭りですね。柿祭り僕たち嫌いです。ちゃまちゃま夫婦は嫌いです。今日はこのはま寿司で家系ラーメンが食べられるということでワクワクしながら来ました。あとこいつも頼んじゃうと串カツもね頼んでしまおうと思います。串カツあった。串カツいけ。ご注文ありがとうございました。おいたまして。来ました。すごい。鶏のささみ、鶏ささみとあとはかぼちゃあとはなんだこれ、うわ、レンコンとあとは鶏ささみが2つあるよ。そうだよ。鶏ささみ2つでおそ松なソース、これ二度漬けできますね。そしたらね二度漬け可能です。かけていくことにしますね。うっしゃ、うえ、今からいただきます。まずね、鶏のささみからいただきます。お、うまい。サクサクってうまい。これいきますよ。家系ラーメンいきますよ。うちご注文ありがとうございました。どういたまして。これね、来ました。すげえ、家系っぽい。なんかちゃんとね、ほら家系オリジナルのほうれん草あります。ね、海苔がね、海苔2枚だね、3枚じゃなくてね、海苔2枚ですね。はい、ちょっとは、どう？まあ、家系っぽいね。香りがね、ちょっとクンクンだけだったらいい。クンクンあのね、家系の香りがする。とりあえずちょっとスープにあげます。あ、家系っぽい。あのね、味は濃いめで油の量は普通だね。普通、うん。で、麺ね、麺行こう。麺やべ、ニンニク入れる。ニンニク入れるよ、ニンニク。まあまあ、でも好調ね。ニンニク、ニンニク、ブチュ。できません、できません。割り箸だったらもっと嬉しいのにな。麺は中太麺ではないな。太麺ちょっと麺だけど、まあこんなもんか。い
麺はね、本当にでもちょっとやっぱりねツルツルはしてるけど、やっぱ家系の麺とちょっと違う気がちょっとするんだよな。まあ、でも家系もね、製麺さんいっぱいあるけど、ファミリーマートよりはうまいかもしれない。